お願いします。平野翔、松下洸平、中村智也、街中でもバレない一流俳優の証明、オーラを操る。よろしくどうぞ。今をときめく占領役者たち、テレビやスクリーンなどでも引っ張りだこの彼らですが、街中ではあまりバレないという話をよく耳にします。ほんとまばゆいオーラに一発で大騒ぎになっちゃうようなね、気がしますけれども、例えば平野翔、キンプリを脱退しましてね、 2B 合流が話題。これからの活躍注目、期待をしておりますけれども、とてもかっこいいです。キラキラ。そんな平野氏がこんなことを言っていたのも思い出します。実力派俳優の小栗旬、彼と遊園地に行ったそうなんですけど、いや本当ね、それは本当さぞかし周りの人たちもびっくりしたのではないかなというふうに思ったんですけれども、平野翔氏によりますと、それが結構バレないというか、意外と俊さんオーラ消すの上手で溶け込んでましたね。そんなエピソードを聞いておりましたら、なるほど、演技が上手ということは、たとえプライベートでもそれを発揮できるということでしょうか。そういえば平野翔氏自身も街中でバレない、バレるときは声なんて言ってましたね。こちら関連記事などもご覧いただきたいんですが、平野氏はかつてこんなエピソードを語っておりました。街を歩いたりするときに変装をそんなにしないですね。下手したら帽子もかぶらずにサングラスだけの時とかもありますね。まあバレないのでと。いやそんなわけないでしょ、オーラが違うからなんて思ったんですけど、案外バレないと。唯一声をかけられるとしたら多分声なんですよ。電話で気づかれたりとかも結構あるので。なるほど、声も魅力的ですからね。また声と言いますと、中村智也、今度はやぶさ消防団で川口春奈、彼女と共演しますけども、人気女子アナウンサーの三浦あさみと結婚しましたね。公私ともに絶好調という感じなんですけど、魅力的な実力派イケメン俳優です。そんな中村智也氏も街中では基本的に全然バレないですけどね、声で分かった的なことは、免許証の変更に行った時とかに言われたんですけど、声で分かったわみたいなとおっしゃってました。ちなみに中村智也に憧れ相談をするような仲だという松下洸平、松下洸平氏もチャーミングな実力派イケメン俳優。シンガーソングライターとしても活躍、富士月10ドラマ合理的にありえないでも輝きを放っています。とてもいいです。松下氏も街で全然気づかれない、街で声かけられたことないといったことをね、おっしゃってます。巷にいてもバレない、街中ではオーラを消す、オーラを操る、それがある意味一流俳優の証明と言えるのかもしれませんね。もしかすると
すぐ近くに人気俳優たちがいるかもしれません。関連記事や動画なども最後に貼ってあったりしますので、ぜひご覧いただきたいと思うんですけども、ありがとうございました。失礼します。